事務所は冗談ではないんです。特に私も現場にずっとおりましたけれども、どんどん熱中症が問題になってきまして、熱中症を防止するための研究開発に関わっておりました。暑熱環境を作り出したのは誰やっていう話です。これヒートアイランドもそうですし、地球温暖化もそうなんですけれども、結局全員が加害者で全員が被害者になってるっていう、今までと違う公害です。線グラフがですね、暑さ指数の推移で、下にある棒グラフが、搬送者数なんですけれども、ちょっとこの黄色いあたり、お父さんお母さんに夏電話して、今室内の部屋の温度何度になってる、あ、エアコンスイッチ入れてくれる、僕らもずっと熱中症予防してるんですけど、あのエアコンのスイッチを誰がどう入れさせるかっていうのが一番大きな問題な、今回ビジネスに関する、アイデアソンですので、ビジネスとしてちゃんと成立するものを考えてください。最終的にこの4つの軸で審査員の方々に審査をしていただいて、集計を発表いたします。ここに答えないか、ズバリ人間像を決めてっちゃったりとか、過ぎて東京オリンピックに向けて建築が盛り上がってきてるって聞いて東京に来たっていうんで、ちょっと厳しくってちょっと全部勝てなさそうだなっていう。普通どうなんだろう、血圧とか深くなって、まあ体調不良を訴えるのも事実、熱中症までいっちゃったっていうのは、その死因はこのカットがあった。そうだ、だからこうやらないとっていうのと、やめて緑、青とかなっていけばまあもちろん個人それぞれがっていう判断多分いると思うんですけど、この具体的にやるかまで教えてくれるものが、そしたら迷わなくて済みますよ。そこで出るっていうのが一番いいかな。ある程度出させて、皆さんも出させて、先生に言ったことは難しいです。例えば美味しいビール、シシオンのものを食べたいとかの方があるのかなと思って。そうなんですよね、今運動会なくなっちゃうし、今日はこういう気候なのでこういう生徒危ないですよっていうようなことアラートを出してくれたり、これ我々でいうセンサーの部分になるんですけど、じゃーん、実はこんなの貼ってんだもんね。説明します。この現場では療養値なる数値が実際にどう活用するかというと、それを公開することによって自分がどれぐらいできるかということを認められるようなことをしたりとか、気温であったり湿度であったり地理的条件とかを掛け合わせたら、誰々君が危ないよっていうのがこっちのデバイスで分かる。さまざまなオープンデータからこう行き来することで、生の情報をこう得ることが、なるべくこう安いコストも、外の、呼吸の温度も分かるので、 WPG というのは屋外のものが分かると、まあ、ソーラーパネルを設置して、この契約したところに対してサービスを供給すると、オープンデータですとか、まあ、各種統計データ、何月のどのくらいのどのくらいの規模の工事はどのくらいの工期に終わったですとか、実際に仕事している人の状態をグラフとか数値で見えます。例えば、この人はもう赤くなっているのでかなり状況がやばいですと。で、お互いが、相手のために飲み物を飲んで相手に飲むことを促すというような、コミュニケーションツールになっています。で、このビジネス、儲けるのは実はこのデータを供給するところなんですけど、まあ、行政としてもですね、新しいヒントって実際にユーザーの方だとかデータそのものをどういうふうに活用していくかというのを、これだけいろいろ発想が広がるとは私自身も想像してなかったんですけれども、まあ、今日の経験を踏まえてですね、もっともっと我々としてやっていかなきゃいけないことを考えていきたいなと思いました。ですね、1位は84点で花火チーム。おー